昔ある村でのことじゃった。村はちょうど田植えの季節でな、みんなもう田植えの準備で大わらわじゃった。どう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 、これこれそっちでねえでねえだか、まあ、曲がるんだよ。これいやー、おいおい、あ、ま、待って、おい、おめえ長えこと馬さやってて、息子に花取りさやってもらわねば白柿一つできねえんだか。白柿というのは田んぼの泥んこを牛や馬を使ってよくかき混ぜることで、どうしてももう一人馬の花取りをするものが必要じゃった。ふわあ、やつが足に怪我さえしとらんかったらな。おっと、一人で白柿はできんわ。馬の花取りがいねえと無理でねえだか。なに、おめえ心配するってことはねえってことよ。おとっちゃんはな、この年になるまでずっと百姓をやっとるんだ。大丈夫ってことよ。それにな、おら青とは随分の付き合いだな。それによ、いざとなりゃおとっちゃんには人に負けねえ力があるんだ。でも白柿は力だけではダメだで。なになに、白柿は頭でやるもんではねえんだ。それよりおめえな、ゆっくり休んで早く足を治さねば。息子にはあんな調子のいいことを言ってしまったが、白柿はやっぱ一人では無理だ。困っちまっただな。ほほう、なかなかいい馬でねえだか。うん、はだ、誰だや、お前さんは。こんにちは、おじさん。花取りがいなくて困ってるんだろ。そりゃそうだが。オラが手伝ってやるよ。馬の花取りなんてものはそう簡単にできるもんではねえ。オランチの息子だって慣れるのに半年はかかってるんだ。さあおじさん、始めようよ。ちょっと待ってくれ。おい待て、おいおい、白かきするときゃまっすぐ歩けよ、あぜにぶつかりゃよ、ちょいと右回れと。こりゃうめえもんだ。小僧さんは白柿の歌を歌いながら大層上手に馬の花取りをやってくれましたそうな。タゴサグ丼は大助かり、先ほどまでの心配も吹き飛んで自分も一緒に歌い出しましたそうな。いやーよーい、これまあタゴサグ丼、息子が怪我しとると聞いとったが、いい花取りさ連れてきたもんだな。馬しらえか、馬の花取りひとしだ。あれ、なんだか田んぼが広くなったみてえだな。そして夕方。なんやらすっきりしただな。あぜがたの字になっとるだ。なあ小僧どんよ、地獄に仏たこのことだ。おらほんに助かっちまっただよ。のう小僧どん、こう言っちゃなんだが、明日も一つ手伝いに来てくれんかの。息子が怪我しとるだで、いやもちろん礼はちゃんと払うだよ。それに今夜は一つおランチで晩飯でも食ってってくんろ。まあ何もねえだがの小僧どん。あれれ、いねえだ。あれ、あ、不思議な小僧どんじゃの。タゴサクはその夜家へ帰って
不思議な小僧さんの話を息子にして聞かせましたそうな。そして次の日の朝、タゴサグ丼が朝早く田んぼへ行ってみると、もう昨日の小僧さんは田んぼへ来ておりましたそうな。その日は田植えじゃった。おい、さて始めようよ。おらが田んぼに猫植えればよ。苗を掘ってくれ。おい、それ行くよ。おれ、あ、それ、あってこら、あ、それ、ほりゃ、あ、そっちってこらでしょ。ほら、あ、それ、ほら、あ、それ、あってこら、あってこら。田植えやるならみんなでおやりた。田植えやるならみんなでおやりと並んで。おまあ、そんな具合で小僧さんの歌う田植えの歌のおかげで村の衆の田植えもその日は随分はかどりましたそうな。さあ今日はもうこれぐらいにすべ。さあさあさあ飯でも食ってくれ。あれ、またいなくなった。不思議な小僧さんじゃ。ほんに不思議な小僧さんじゃった。どこから来るのか夕方になると必ずおらんようになってしもた。さあお地蔵さん食べてくだされ。はれ、まあお地蔵さんの足元がこんなに汚れてござる。でものお地蔵さん、不思議な小僧さんのおかげで今日も仕事がはかどりましたのじゃ。この分では明日のうちに田植えが終わってしまうかもしれんで、ありがたやありがたや。そして見知らぬ小僧さんは3日目の朝もやっぱりやってきました。田植えやるならみんなでおやり。並んで植え。その日の田植えも大層はかどり。今日明日にはもう村中の田植えが終わりそうじゃった。途中で。ほんの、田の字の田んぼは仕事がしやすいって、来年はうちも田の字にすべよ。うん。ところで、その日、タゴサグ丼がその日中に田植えを終わらせたいと思うとったのが分かっとったのじゃろうか。小僧丼は大層遅うまで頑張り、気がついた頃には、大変じゃ。どうしたんだよ。おい、どこかに。おい、こけて怪我したらどうするんだい。ほれ、言わんこっちゃねえ。おらの息子の二の前になっちまうぞ。ほれ、いつまでも倒れてないで起きた、起きた、ほら。ほれ、しっかりせんかい。えれ、おめてえぞ。それに、やけに硬くなってるな。息が止まっとる。大変じゃ。死んでしもた。孤独。おめと、その時。地蔵様、あれ。なんと、小僧丼は地蔵さんに変わってしもた。いやー、そうでね、地蔵さんが小僧丼になって困っとったタゴサグ丼を助けてくだされたんだ。それから何日かして村の衆の手で地蔵様の祠が建てられた。おーい、
待ってくれ。お供え物をするんだ。お地蔵さん、小僧さん、ありがとう。それからこのお地蔵さんは田植え地蔵と呼ばれて、いつまでもいつまでも人々に慕われた。そして小僧さんの歌っていた田植え歌は、田植えのたびに村の衆によって歌われ続けましたそうな。